お疲れ様です。源健太郎です。ツイッターでねいただいたご質問なんですけど、最近いろんな現場で行っているのですが、推しグループの T シャツを着てるのにポイ捨てなどあまりよろしくない行動をしている人を見かけるようになりました。でイベンターとして、そういうファンを見かけた時にそのファンを推しているグループのマネージャーなどを注意したりしますかという感じで、僕ね、小さいですけどイベントスペースみたいな場所の運営をしていたりとか、そこでこうライブの、制作したりとか、他のライブハウス借りてイベントを制作したりとか、こうアイドルグループを作るみたいなプロダクション以外にもこうその周りの、いろんな仕事をしてるんですけど、いや本当にね、僕なんかは本当に末端の世界をやってるんで、本当に変な話、そのマネージャーさんとかスタッフの人のレベルがすごい低い人たちって山ほどいるんですよね。別に俺がレベルが高いとか仕上がってるってわけでもないんだけど、でも本当それでもタレントの教育で、あとちょっと上から目線になっちゃうけど、ファンの方の教育みたいな、教育というか結局さ、アイドル事務所とかアイドルグループをやってたら結局そこが一つのお店のようなもので、でそこに来るお客さんっていうのが、ファンの人だとしたら、ファンの方たちにルールっていうのは当然与えなきゃいけないわけじゃないですか。どこのお店でもさ、入ったらここに並んでお待ちくださいとかさ、先注文決めてくださいとか、ドリンク先注文決めてくださいとかさ、お店のルールってあるじゃないですか。お会計はこちらでとか、そういうね、だからそういうシンプルなさ、こうアイドル事務所としてのこうファンの人たちをうまく円滑にこう楽しんでもらうためのルールっていうのは当然ないとダメだし、それを教育ってほどでもないけどさ、ちゃんとお客さんにこう示していくっていうのは当たり前のことだと思うんだけど、やっぱそれもろくにできてないと。でそういう事務所は当然アイドルの子たちの所属タレントの教育だってろくにできてなくて、で、困ること多いっすよ困ること本当に多い、でね、僕は段階があるんですけど、基本的にはルール違反とかね、またそのライブハウスとかにこう迷惑かかるようなことをやっていといたら、とりあえずその人注意しますよねまずはもうその人注意する。でそれがあまりにひどくて結局改善されないとか、例えば他にもいっぱいいるとかで、それが全てその例えばあるアイドルグループのファンの人たちばかりだったら、それは最終的にはその事務所のやつに文句言うだろうねギリギリまで耐えたこととかはあるし、僕正直やっぱりさ、ライブハウスってお酒も売ってたりとか、お酒飲んだりもするじゃないですか。で、結構若い男の子とかで、それとお酒飲んで割とちょっと酔っ払い食い気味でさ、ちょっと強がってというかさ、こうね、ちょっと会場の空気乱すようなことしたりとか、そういうね、ちょっと迷惑行為するような人ってたまにいるからさ、でそういう人たちを怒ったことありますし、あるけど、大抵の人が注意したら、とりあえずうちはねそんな大規模じゃないから、そんな超集団で迷惑行為する人とかいないから、なんとか現場は収まってますけどね。ただほんとたまにでっかい声出すことありますけどね、俺も。やっぱ出さなきゃ分かんないし、で予防線として出すみたいな、だからほんとね、ファンの方の教育をちゃんとしてない事務所のファンの人はね、ほんとね、もう子供みたいな感じで、結局その事務所には特にファンをこう誘導するルールとか管理するルールがないから、そのファンの人たちはもうそういうもんというか、それがルールの範疇だと思って過ごしてんだけど、ただそれがじゃあ他の事務所だったりライブハウスの人には迷惑になってるってことだから気づかないんだよね。
で気づかないから、普通の こちらの僕もね自分のプロダクションやってるから、うちのファンの人だったらこんなこと絶対しないだろうなってことを、やっぱ他の事務所のアイドルのファンの人たちは普通にしてたりとかするのを見た時に、もうね言うしかないですよね。まあ、僕はそのイベントの仕事の時はプロダクションのマネージャーとしての立場よりもイベント会社の人という立場というか、ライブハウスの人というかね、イベントスペースの人としているから、そこはもうバッチッと、あなたたち迷惑になってるからっていうのはいろんな意味で俺は言いますね。でまあとか、そのマネージャーを注意する時にはもう多分俺はその段階に来たら、多分そのグループ出演をもう止めるかな、うちの会場の、っていう感じに思います。で今正直そこギリまで迷ってたりとか、もうほんと次会ったらもうここの人たちと仕事するのやめようとか、いますよ実際いる。だからほんとね、うちのグループのファンの方は、まあ、別にそれは僕らがねやっぱりこう言ってるからでもないんですよ。だからそれは本当にだから僕らの空気感なんだよね。僕とか所属タレントの空気感で、やっぱりファンの人たちがこうちゃんとルール守ってくれたりとか、迷惑かかんないようにしてくれてるっていうのはもうあからさまなんで、やっぱりダメな事務所はやっぱダメだし、でそうなったらもうね、だからファンの人の数も増やせないと思うよ。もう本当の最下層の地下アイドルのさ、なんかファンなのかファンじゃないような人がこうなんか、なんか付きまとってるだけのなんか存在になっちゃうと思うので、だからあんまり、あんまり好きじゃないんだよな、そういうの。なんでマネージャーは注意はしないけど、でも、本当にムカついたやつは仕事を二度と一緒にしなくはなります。